どうもみなさんこんばんは爆笑問題田中祐治ですアンベッドここに搭載ピースピース死んじゃいない前と前の連鎖生きてることは変わり続けることだごめんなさいちょっとさすがについていけないで夜遊びのシーン夜遊びのシーン夜遊びのシ、えーンこの世この世はきっかいきっかい,きっかいファンタジー早いねーアンベアンベッド ヨモサビの新曲ココス絶対在ピスピス <laughs> 死んじゃいない死死死んじゃいない、うん死んじじいいじゃゃいいゃいないいいいいなななお前と前の連鎖生きてるということはこい変わり続けることだ <laughs> <laughs> すごいね、竹内さん、ね。生きてるということ、生きてるということは変わり続けることだ。難しいんだよ、弱さ難しそうだね。ねうん、だねと書くこの世は、きっかけきっかいけ、ファンタジーとんだけ <laughs> どんだけ覚えたよすごいよ、アンデッド、なんかの主題歌とか、バケってね、アニメの主題歌なんだけど、バケモ物物語ってすごい人気アニメだって知ってたから、だけど、見てなかったんだよ。 ちょっと、でこれ、歌聞いて、あちょっと面白そうだな、逆サイドからの、逆サイドからの、から俺、昼遊んでる方だからさ、夜遊び、よくわかんない方うなんさ、昼は遊んでないし、いないっつって言うからさ、お前とお前の連鎖って、そういう感じでやってるんだよ、今、大変なんだよ、俺、だからびっくり、やっぱこの曲ってすごいのは。 あの前奏がないなんてもんじゃないんだよ。ないなんてもう要するい。途中から始まってんのかって思うぐらい、すごいんだよ。いきなりもう、なんかもう、ギュッともう、歌の途中ですからみたいな感じで、もう戸惑っちゃうぐらいの、ああ、だう。へー、すごいよ。ああ、そう聞いてみよう。聞いてみて、絶対ね、でもね、なんうの、カラオケで歌うの大 言っいや、もう、カラオケで歌うこともない。<laughs> お前とお前の連鎖。えー、ここが難しいと思い <laughs>、まあ、お前とお前の連鎖なんだけどね。<laughs> お前とお前の連鎖。<laughs> 俺、その原曲まで聞く前に、小 <laughs> 田さんそれが初めてだから、わ <laughs> かんないのよ。聞い <laughs> てることとわ変わり続けることだ。 難しいんだよ、本当に。まあまあまあね。うん。すごいな。いやー、やっぱすごいな。うん。お前なんか仕掛けたってあれ、俺に見えた確かにあの、ぼかし入ってたけど、俺のわけないじゃん。ダメだ、あんなことしかわいそうなんだから、お前。ひどいね、かわいそうなさ。あいならの、ならのあの状況で、なんでしか にムカついてんのか知らないけども。もうムカつくことがあるんだよな。すごいよね。よくわかんない。邪魔だみたいな感じで。結いよな。あれはすごいひどすぎるだな。ねえ。ひどい。あれお前じゃないんだ。俺のわけない。俺もまたやっちゃったと思って。またじゃん。俺だから、そういうのをつける。ないと思ってると言ってさ、しかってってさ、こン東ンピースピース。ピースじゃねえだろ、ピだ全然ピースがねえよ、な。神楽板シピースピース。あれがね、いくらちゃんの歌い方っていうのが、 あの、ちゃんとピースピースって言うんだけど、うんうん、最初のはピースピースって言ってるんだけど、うんうん、最後の一番最後にピースピースってこう、うん、押し付けるように言うのね。それがまたさ、その、うん、やっぱり、本当にうまいね。うん、まあ、俺がう、もう素人の俺が言うのもなんだけど、うん あの表現力やっぱすごい大したもんだと思うよ。まあね。ピースピースってもう、あの、言ってみればさ、あの、ん全然誰も知らないんだっ今らさ、この歌さ、今、旬だよ、そこは。いや、旬なのかもしれないけど、ちょっと俺聞いてなかったんで、ピースピースって最後ね。そうそう。あの、要するに、押す、押し、プッシュするようにね、最後。で、あの、要するこの歌って、 バケモノあった時にバケモノガット店にバケモノガバケモノガット店にバケモノガット店にねバケモットちゃんと言ってください言えるんだから言ってください僕は宇宙から来たのでなそれもあっ僕は宇宙から来たんで宇宙からで宇宙から来たん宇宙から来たんで宇宙から来んか面白くない面白くねえよダメだよなお前あの要するになんつの 生き抜けろと。生き続けろっていうメッセージすごいいい曲なの。つまり、どんなことがあっても、その、あの、要するに、なんうのかな、あの、なんていうの、すねたり、そういうことしてる場合じゃないんだよと。もう与えられた人生ね、生き抜けろって。それでピースピースって言うんだけど、それがこう、ピースピースっていうところが何回か出てきて、途中のラップのとことかも、俺も、もう再現できない。もどかしいんだけど、いくらちゃんもやっぱ、俺はやっぱほら、 あっちの下の座の方の一覧。あっちちゃんだからね。また再現しやすいなと思うあっちが再現しやすい。あっちゃんもそろそろまたね、来てもらってさ、ダメなのかね。えいや、ダメじゃないだろうけど。増えるコンプライアンスっていう部分もあるんだけど、まそれはいいんだけど、だから、すごいね、そういう意味で言うと、その、あの、メッセージをちゃんとこう、さりげなく、最後、ピスピスってこう、あの、 ビスビスって、もうさ、うんお、こう、出し出すみたいなさ、そんな感じで歌うの。あ、そう。うん。面白いの,その化け物語。だからそれ今度見ようかと。あ、まだ,見てまだ見てないんだよ。まだ見てないんだよ、俺。うん。だって、岩井が教えてくれないからさ。<laughs> お前がさ、岩井の操り人形なのか、アニメに返して <laughs> 言われたと、岩井のことしか信じてないからね。<laughs> うら俺は。あ<ー>うん でも、あれだよ、UFO は俺自分で調べて見たんだからね、自分で発見したんだから、そしたら岩はもうとっくに知ってたけど、あとザキミヤね、ザキミヤザキミヤは俺が教えたんだああ、そうなんだ、三人ですげえ、お前、ふざけんなよ、そこはちょっとさ、u f を見たのは俺、いやいや、別ヤオイ十一です、そうユーは、あのとき、あれはね、オイ十一じゃない、大体、あの、なんか、天守の人が田舎に住んで アメンカの光がその時その男は一体どうなったんだアンビリーバもなっちゃったけどもでも、梅雨明けですよ、広島、広島、梅雨明けして、それで今回、梅雨明けバトルが、梅雨明けバトル行われたんだけども、今回は俺も本当、鼻声でさ、この間から、ここ1週間ぐらいずっと鼻声なんだよ、どういうことなんだろうね、日曜3年でも言ってたけどね、お前鼻水吸い出してくんねえかな、何で俺がお前の鼻水吸い出さなきゃいけないんだよ。 親友だろ、親友でもやらねえだろ、そんなこと。で、今回はもダ断トツで文化放送だったんだけど、ほいでさ、坂口アナウンサーってね、いるのよ、お前は会ったことないかもしれないけど、俺、お隣さんに呼ばれて行った時に、山根のね、山根の、で、会ってんのよ、で、その、国丸さんとかともアシスタントにしてるアナウンサーなんだけど、 あの結構ほら、梅雨明けとか、あの開花宣言の話するじゃん、で、彼女は気象予報士なのよ、結構、文化放送、のりノでやってくれて、で、おの岡ばってさ、前ほら、開花宣言のに、岡田と柴田のお菓子ばってね、あれが、今、日曜日になったんだね、あれ、日曜日になると、なんかすごい不安なんだけど、誰も答えてくれない。 土曜だったよね、前、前、どうだったのが、日曜になってて、で、そのお菓子場のアナウンサー、アナウンサーじゃない、アシスタントは、カイちゃんなんだよ。あ前ね、この番組の AD をやってた。カイちゃんがやってるんだよ。で、そこに今回ね、坂口さんが、坂口さんはだから担当番組はお隣さんだから、その後始まる、山根のアシスタントで、その前の時間、自分の。 あのお一人様みたいなのがやってんだけど、今、でその前にお菓子場があるわけ、11時、気象庁発表なんあの今回さ、だからそこにさ乱入して言ってくれたの、要するにいちゃんだから、自分のあ担当じゃないんだけど、そこに無理やりあの始まって、途端に乱入して言ってくれたの、断トツ1位だったの、で、俺はさ、サンジャポで言ったじゃない、はいはい。 で、したらさ、あ後でいろいろね、三船からさ、いろんな文化放送のあれこういう感じでしたみたいな、で、日曜日だからさ、俺、ほら、それ聞く、サンジャポ終わってすぐ日曜、サンデーみたいな、全然どういう状態だったか聞いてなかったから、こんな感じでしたって聞いて、あお菓子場でやってくれたんだって、それで、あ後でさ、タイムフリーで聞いてたの、いろいろね、ここでもしゃべってますみたいな教えてくれて、そしたらさ。 あの坂口さんさ、そのお菓子場でやった後に、一人の番組をやってるんだけど、梅雨明けを宣言して、私はね、あのなんつったって、絶対勝たなきゃいけないと思う、横山さんには負けられないと思って、ね、われわれとしては東京勢だから、もう要するに横山の秋にの先にすればいいわけで、別にさ、あのさこっちで東京同士では争ってないつもりなんだよで。でで だけど、あの、坂口さんがさ、話してて、さっきね、あの、つ明けやって、あの、結果はというとですね、私がントツで勝ちました、文化放送、今回。だけどね、あの、他のね、横並びいろいろ調べたんですけど、あの、TBS、安住やってたでしょ。TBS は安住と、l f が三宅裕二さんだったんで、よ。さ、あの、TBS も、あの、 あの日本放送も、このこと触れてないんですよ、ちょっと納得いかないんですよ <laughs> 私、あんだけね、なんか言われて、<laughs> もう必死になってやって、ね、それ <laughs> で、ふ開けてみたら<あ>ダントツだったんですけど。ああでな 肝心の RCC はって言うと、全部録音番組で、日曜日は。日曜日は。一切ね、あの、売れてなくてニュースでちょっと、1時間後ぐらいに言ってで、大田さんがなんか30分で行ったらしいんですけど、みたいな話けど、ちょっと、私納得いってないんですよね。なんでこれ私だけなんか張り切ったみたいな感じなんだかわいそうなことしてた。申し訳ないなと思ってさ、で、そう考えたらさ、俺もさ、あの、今回の梅雨明けって、 あのなんつうの,あの、開花宣言の時はさ、いろいろほら、うん、なんかいつの、午前と午後あって、うん、だけど、梅雨明けの今回は、もう11時、割とマストだっていう情報は来てて、土曜日の時点で。うんうん 金曜日ぐらいに、どうも、その長谷部さんって、ほら、所要予報士がね、俺の本、紹介してくれて、あの絵画とね、天気の本出して、長谷部さんがすごい一生懸命あのやって、調べてくれて、どうもね、その金曜日の時点で、どうも広島がね、広島のあの梅雨明けがね、あの日曜の11時が、どうやらもうほぼ、 確定だっていう話聞いてた。それ、三船から聞いて、あ、そうか、日曜かと思って、俺は普段だったら寝回しするわけ日曜だったら俺、サンジャポでできるなと思って。で、逆に安住だったら言いやすかったんだけど、これ、俺が言った方が絶対、あのね、サンジャポで言った方がいいなと思ってたんだよ。で、まあでも安住にも言っときゃよかったんだけど、 ま安住がやってくれるかどうかわかんないよ。だけど、一応頼んでみた、あれはあったと思うんだけど、全然俺、安住に先に言われてる、嫌だなと思ったから、あって、ちょっと頭の中に、サンジャポで自分が言いたくなっちゃったそうなっちゃった。なっちゃった。なっちゃった。それでサンジャポスタッフに、あの梅雨明けなんだけど、っち どうやら10時に出るらしいんで出たらすぐ知らせってつ送りましたからね秋山がさ秋山ね困ったなこの人言えないじゃん俺ははい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 打ち合わせでおかしいじゃないは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 いああ艶毛も艶けもですね艶毛もやってんですねはい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 わかりましたついでね言っで。 梅雨明けもやってんですかこの人何梅雨明けまでやるつもりなんだみたいな顔してんだよ、秋山が。困ってるわけだよ、ちょっと。ちょっと困ってるわけだよ。やっぱりさ、なんて言ったってテレビのさ、やっぱ全国でさ流れてるってことさ、いくらなんでも、俺も、その辺はちょっとね、慎重にやんないと、いずれ怒られるんだよ、このことって。分かってんの。怒られたらやめりゃいいや、って言けど、で、やってて。 だ一応、それで、秋山の頼ウン、うん、さあ秋山はもまたさ、うん、一生懸命こう、体制作ってくれて、会館の時もそうだったけど、うん、で、NHK のね、うん、気象予報士と連絡取り合って、うんうん、<laughs> NHK からもガンガンこう、うん、こ,この日です、みたいな、来てて、11時、うん、もう、あの、 開けたらすぐに、要するに気象庁がその宣言しないと言えないから、そうだよね、だからそしたらすぐに知らせてくれて、NHK とも連絡密見てるでさ、俺はさ、だからそういう意味で、要するに、LF とかあの TBS は、あのあんまりその根回ししてなかった、LF は三船に言ってもらったんだけど、誰がやってるか知らなかったら、三宅裕二さんだでさんが あの。 やっててどうもなんか LF 的に、なんか言えなかったらしいねだから、俺は、あそっか、三宅さんだったら、俺、この前、熱海五郎一座も言ってるし、だから、それだったら、あの前もってね、三宅さんだって分かってたら、ちゃんとお手紙書いたり、なんか熱海五郎一座を拝見しましたなんてってさ、素晴らしかったですみたいなさ、歯の浮くようなフ言った後に、実はこういうことでって言えたんだけど、それもちょっと。 あのな意識がいってなくて、そいで30分でできるっていうのが、もうちょっと俺もさ、テンション上がっちゃって、それで11時、もすぐ本体、言えたんで、11時になった時に、秋山君来て、梅雨明けましたって、自ちょうど、CM 中だよ、CM 中に。で、V から入った、ところがさ、ようどうやって言おうかなと思ってたんだけど、割と V がシリアスな V だったいでいで さすがにスタジオ展開の中で、これちょっとどうのこうのって言って、あのね、なんかやって、で、サンジャポあの時さ、ア野さん来てたじゃん。は野はい、さん。アンさあの、都知事選でね、四4位になった。5位か、5位じゃダメなんですかって言っ都知事選 ?AI の ?AI のね、すごい人ね。AI あの来て。で、あの人のね、俺さ、奥さんも来てたんだけど、奥さん。奥さん。ね。あの、ほいで、あの人の、あの人 SF 作家なんだで、 サーキットスイッチャーってね、あの、安野さん来るっつんで読んだんだけど、すげえ面白かった。そうなう。でこれはもうぜひ皆さんもね、読んでもらいたいんだけど、要するにあの人 AI エンジニアなんだよ、東大の。で、要するに主人公が、あの、なんつうのかな、自動運転の車。もうその世の中では、ほぼその主人公が考えたプログラミングによっての、要するに完璧な自動運転が、 もううう世の中に普及してるそい設定だけど、主人公は、うん、あの学生時代からとにかくこもりがちで、うん、人と対話するのが、うん、なかなか苦手な主人公で、うん、で,、はい、で全部その普及してるの、自動運転、車の自動運転が。だけど、たまにそういうちょっとこうこ、なんていうのかな、そういうあの事故が起きたりもしてるんだけど、で だから自動運転に対する反発もすごいわけ、タクシー会社とかは、ものすごいそれで職を奪われたとかさ、うんうん、運転手さんとか、そういうので脅迫もされてるっていう設定の中、そのプログラムした主人公が、うん、その何者かわかんないやつに、いきなり拉致されて、車に乗せられて、人質に取られる。うんうん こいいつはなかっていう話なんだよ首都高を封鎖したりとか、<ー>大変なことになるっていう、そういう話なのね、<ー>で面白いんだよ、これが。うん、で、あこれ面白いなで、安野さん来るって言うから、ね、うん、サンジャポンね、うんで、俺のその笑って人類も、わりとあの AI のさ、うん、で、途中さ、その安野さんの小説の中に、うん あの、モロッコ問題ってうの、出てくんだよ。あの、あ、トロッコ。トロッコ、トロッコじゃモロッコはお前、あだろ、お前。いいんだよ、モロッコは別に。さよならモロッコって相掛けにやの、お前。映画だろ、お前。さよならモロッコ。トロッコ問題ね。 カルセル負けだろ、お前。どっかったら。いいね、そこはトロッコね。あるよね。マラケシだろ、お前。マラケシマラケシしたんだろ、おまあ、そんなことはいいんだけど、どうだって。で、そのトロッコ問題ってあるじゃない要するに、究極の選択というかさ、こっちがトロッコの、こうやって走ってきて、で、も暴走しちゃってると。ブレーキ効かないと。で、自分はその、あの、線路の、何て言うの、線路をこう、 するなんつうの？なんいうのスイッチバックみたい。なんつなんつうのなんつうのなん線路をさ、こっちに行くか、あっちに行くか。の方に行かせるかってさ、二股に分かれる。二股に分かれる。こっちの先には3人います。こっちには一人です。作業員が1人です。さあ、自分はそのあのスイッチングをできる、ね、その権利が自分にはあるわけで、その駅のたまたまそこにいるから、その線路沿いにいるからね。で、それをどっちを、 優先するかみたいなさ、問題って昔からあるわけじなで、それは、実はその、トロッコ問題っては、その、あの、サーキットスイッチャーにも、サーキットスイッチャーってまさにそういうことなんだけど、それに出てくるわけ。で、俺の笑って人類の中にも、実はその、セリフ出てくるのよ。あトロッコ。お前、全然思ってないだろ。思ってないね。ばあか。で、出てくるの。要するに、飛行機が、こう、ビルに、 突っ込んじゃうかもしれないって時にに、それはどうするのか、ビルを爆破するか、例えばあの飛行機を爆破するか、そこにはでも一般の乗客がいる、逆に言うと、一般の乗客が犠牲になっちゃう、でも、ののミサイルで撃墜しなければ、こっちにいるビルの人たちが犠牲になっちゃう、さあどうするかみたいな、それってさ、もう分かんないじゃねそれが 出てくの、うん、で、あ、これぜひね、うん、あの、安野さんに、ちょっと、俺の小説も読んでもらえたらなとて、うんうん、まあ、とても足元には及ばないけれどもっ思ってさ、うんうん、それで、あの、来るっつから、うんうん、持ってったの、笑って準備ね、楽屋に持ってたそし、はい、さ、安野さん挨拶来てくれて、うん、で、 よろしく、あの人、丁寧な人じゃないですか、あ先生、ちょっと読みましたよ、さっきとスイッチ、晴らしかった、あ読んでいただいたんですか奥さんが来てさ、ほで、俺がさ、実はね、僕もね、似たような感じだもちろんね、足元にも及ばないです、僕のは、ブンですかそんな別に言わなくて、すっと渡っちゃいいじゃん、ブンです SF 好きなんですよ、僕、実は。 これなんですけど、っつったら、あの、ほら、奥さんいるじゃん。あの、選挙演説して。演説して、うちのあんのはなんすよ、言ってたさ、あの奥さん、私これ読みました。おぉそうなのすごい、キッと強い瞳で、俺の方私これ読めました。素晴らしかったです。言うんだよ。ええ。 読んでくれたのってら、もちろんじゃないですか、あなた、何を言ってますそんな怒ってはないと。私、読みましたよ、多分怒ってはない、私、これ読みました、あの感じなんだよ、あなた、読んだの、これ、うちにあるわよ、これ、うちにあるわよ、あるわよ、私、貸そうか、なんて次言ってんだよ、うれしくて、え本当に読んでくれたっしたら、あの奥さんは、文芸春秋の編集の人なんだよ、もともとね、ほで、実は私、これ読んでます、素晴らしかったです言うから、本当にって言ったさ、 もう私ね、日本でもこういう小説を書ける人が出てきたんだと、私、思いましたあの強い目で、きっと苦んでて、俺のこと指さしてた、すごいですよ、この小説、私読んでますから、日本でもこんな小説を書ける人が出てきたんだなと思いましたよもうちょっと普通の人で、本当に面白かったってたら、かったですよ、あなた。 なを言っっててるんですかまず怒はいと私、ピンチョンの小説かと思いました。ピンチョンっつったってお前なんかわかんないだろ、バカだから、ピンンチョ俺たち SF ファンにとっては、トマス・ピンチョンっつったらアメリカのね、もう奇才なんだよ、大天才。ピンチョンなんてたら、俺も昔読んだけど、難しくわかんないぐらいの、もう一回だから俺、あの奥さんに、ピンチョンと同じですって言われちゃったから、俺もう一回読み返そうと思ったんだけど。 今読んだらわかるかもしれないもうちょっと頭が良くなってるから。ピンチョンの。いや、それ言い過ぎなんじゃないのいや、ピンチョンです。あなたはピンチョンピンチョンなんて言われちゃってキュウちゃんみたいな。ピンチョンなんて言われちゃってさ。嬉しくなっちゃってさ。ほんで、安ンさんにこれ渡した渡すことしてるのが奥さんだ。うちにありますよ、これ。あなた 読んでないのこれ。怒られちゃって、私こそはよ言ってる。い。で、また、とりあちゃって、アンドさんってさ、さんも、そうなんですね、なんて言っててさ、それで、これ、あの、お貸ししますんで、あの、つきましてよ、アンドさんね、あの、俺、ラジオで、あなたの小説、褒めます。ね。出た。はい。 分かりますよねみたいな感じ何なんだよ。何圧力かけてる圧力以外にね。圧力以んに圧力。それでさ、私って渡したっていうさ、それであの、すごい俺、嬉しかったんだけど奥さん。ね。あの、でなんか、成瀬も私担当してますなんて言って、成瀬が天下を取りに行く。文芸春秋なんだけどさ、よく分かんない。あれ、成瀬って文芸春秋だっけあれどうだっけ なんかでもとにかく、あの成瀬の作家、宮本さん、宮島さん宮島さんの、西部の始球式あるでしょ、確か。あそうなんだ、西部だらね、宮島さんも私、担当なんで、ペンチョンペンチョンはそこでンンチョですよ、あなたはなんて言われちゃってさ、これもうしくないでまあそれどうでもいいんだけど、それでそのがあって、で本番始まったわけだよね。 あの秋山にもう11時になったら即ね、確認して、知らせてって言ったら、そしたら、スタジオ、安野さんもいて、も割とシリアスなあれで、一回、じゃちょっとここに入れにくいなと思って、で、次の位明けって言ったら、もう芸能ニュースになるから、そしたら割と柔らかくなるからと思って、ちょっと待ったんだよ。それで、次の位明けで、なんかもう唐突に,に行った。よね そういえば先ほどですね、中国地方広島、あの、梅雨が明けました。皆さん、熱中症に気をつけてくださいってけわかんないけど、わけわかんないけど言ってて。だから、俺、そっちに必死になっちゃってて、いわゆるさ、他の TBS とかさ、安住のとことかさ、三宅さんのとことか全然そういう、あの、その時は、あの、全然頭なかったんだよ。で、後で聞いたんだよ。タイムフリーで聞いたよね。知ったらさ、あの、 あの、坂口さんがさ、ま、まず、ブツクさん言ってんで。はい。で、私、なんか一人でバカみたいに、ね、他、ダコもやってないって、ちょっと納得いかないですよね、なんて言ってるわけ。なんかもやもやするな。なんかもう、大体 RCC も何もやってないんだよ、みたいな感じで。うん。で、あの、横山からメールが来て、今回は乾杯でした、なんて言ってるわけで。うん。で、文化放送やっぱすごいです、なんて言ってて。うん。で、悪いことしたな、と思って。したらさ、 そのねあのねあ乱入した時の様子を、うん、だから、つまり自分の担当番組じゃないから、ね、で、カイちゃんが、カイちゃんがアシスタントじゃ岡田と柴田じゃん。岡田と柴田はさ、前さ、開花宣言の時にさ、俺頼んでたのよ。で、あいつらさ、結構面白くてさ、うんその あの、俺が柴田に電話して、頼むよ、一つ、買い勝っして。わかりましたって言ってて、で、始まった時には岡田がさ、いや、なんか今日は、太田さんから、ちょっと、柴田君なんかね、頼まれることがあるよそれよりね、私はね、このベルトがですね、長さがですいやいや、違うんですよ、岡田さん、違うんですよっていうの散々転倒で繰り返して、やって、さあ、それでは参りますいやいや、あの、岡田さん、違うんですよ。 大田さん、ああ、そうそう、大田さん、大 <laughs> 田さんといえば、ガーキング、初代チャンピオン。<laughs> いやいやわ、それでは参りましょうか。いや違、違うんですよ。違うんですよ。あの、ガタさんなんでさんざ々繰り返してやってくれて。はいはい で結局、その日ね、開花がなかったんだよ、そうなんだよ、ほいで、じゃあなんですかって言ったら、散々その天丼繰り返すのあいつら打ち合わせで作ってたら、ディレクターからお方の耳に、もうそろそろやめてくださいもうそろそろ太田さんのやつ言ってくださいなんて言われて、なんでやねんとかってやってたわけ、散々それで迷惑かけたって、俺、あるから、またお方。 って思ってて、ほで、申し訳ないなと思って、あいつらに挨拶もしてないから、その後ね。ほんで、結局それで、じゃあなんなんですか、柴田さん、太田さんから頼まれたの。え実は開花宣言を頼まれたんですよ、って。じゃあ開花宣言、開花したんですか、広島は。してません、なんやそれっていう感じだったんではいはい。で、そしたらさ、その日のゲストが、 サンドウィッチマンだったんだよ。あの、その、この前の、梅雨明けの、梅雨明けがね。時の、ね、あの、その、坂口さんが乱入した時のゲストが、サンドウィッチマンだったんだよ。サンドッチマン。で、サンドウィッチマンは俺、前に迷惑かけてて、アッコさんに頼んだ時に、いい加減に1 0 0の時に、アッコさんにね、長文の手紙出して、買いか、これこれ、これで、アッコに、お任せでも頼む。そしたら、アッコさんが乗ってくれて、でね、あの、 したら、そこにサンドイッチ、で、開花の場合さ、午前中と午後と、はいはいはい。二パターンで、あいい加減に1 0回の時、なかったから、午後かもしんないってこと。そしたら、サンドイッチマンのラジオショーが、次あるんだよ。アッさんの後に。サンドイッチマン呼び込まれてさ、お前らな、ちょっとな、あの、大田からこんなのな、あれ、来たいやつ。やってくれるかって言ってたら、もう一回改めて俺たちがサンドも。で、こいつはサンドもさ、その後自分のたちのラジオショーでさ、 伊達がさ、うん、世の子のあの、よくわかんないんだよねなんか爆笑の太田さんが、うん、広島のアナウンサーの人よりも、うんうん、先になんか開花したいらしいんだよね <laughs> って言ったら富澤 <laughs> なんで <laughs> <laughs> って、それはそうだ、それ言ってることわかんないですけど、言ってるわけ何言ってるのかかんない、言ってたから、それでさんざん迷惑かけたら、そしたらたまたま岡島のさ、ゲストがさ、サンドイッチマンだから、やべえと思ってさ、また怒られる、あいつらにと思って、俺、そんなことしたらと思ったら、坂口さんがさ、いきなり乱入してきたでしかもそれがさ、オープニングのさ、メール読んでるときに、 ねメールがさ M1 チャンピオンの四人に質問ですまたさこれがさファンにとってさたまんない質問ないわそりゃねマスノカだとねあそダーグラブとサンドイッチマンだったであの M1 チャンピオンの四人に質問ですっていうところにさまた坂口さんもさ大した度胸でさそこにさちょっとすいませんって入ってるわけだメール読んでない。って 最中ちょっとすみません、ちょっとだけ、あの先ほどですね、はい、省庁の発表によりますと、中国地方、広島でつや明がありましたっつったらさ、で最初にさ、ああサンドウィッチマンがさ、あのー、かいちゃんがさ、サンドウィッチマンのお2人を今日お迎えしましたっつったらさ、ああ富澤さん、ちょっと何言ってるかわかんないですねああみたいな、ボケてたの、それで、あの坂口さんで、ああもう。 必死の思いでこう突入したそれで「ちょっとごめんなさいね何言ってるか分かんないですよね、はい、それこそ」ってああああ言ったらああ富澤がわが「分かりますよ」んでしょ <laughs> <laughs> ごめんなさい!」ってさ坂口さんももうさ <laughs> 方法の手で。 ね。でそのあとさ、だってかさ、までやってんの、あの人、ばかだよねなんて言ってるわけ、何でこんなことしてんのかな、あの人あなんてって、みんな、そ俺が迷惑かけてるわけね、それで坂口さんがさ、それまたさ、その行く前のね、感じをさ、話してんだけど、もうさ、入りづらいこと、かもめなかったあそそうだね。ねいつも山根っやってるからさ、スタジオに二人なんだって。とところがさあの 言ってみれば、m 1チャンピオンの4人が、要する岡田と柴田ね、それぞれがってだよ、サンドなんかあんな反射みたいな感じじゃないの、怖いじゃないそもそも。そもそも怖いじゃない、そこで M−1 の話をしてるわけだから、そんなのさ、俺だって入れないから、それこそ怖くて、怖,怖,怖,怖いじゃんだって、あいつら、だってなんかさ、 なんかさ、あの、芦田愛菜のことばっかりさ、ひいきするような男だよ。服のことなんか、なんでも考えてやらないあいつは怖いじゃないですか。お前と高田先生しか言われんでん、けどは。芦田愛菜のことばっかりさ、なんか、一緒に番組やってるから。鈴木服のことなんとも思ってないんだからね、あちら。ないでしょね。富坂の何言ってのか分かりませんで、やってるわけだよ。でそれでさ、言ってって、絶対入りづらいじゃない。そしたらさ、坂口さんがさ、 もうまるでね、その様子がね、うんうん、もうこっちから見てるとね、うん、その圧力がもう、要するに、うん、ブースの中の4人とカイちゃんがいて、カイ、はい、ちゃんも怖いじゃない、カイ、うん、ち,ちゃんも <laughs> 全然怖いタイプじゃないだろ、カイちゃん。 なんかね坂口さんが言うのがああああ最後の晩餐みたいだったっつ <laughs> どういう意味なんだ <laughs> よくわかんないんだけど、本当に意味が分かんない <laughs> よくわかんない、ダ・ヴィンチのあの最後の晩餐みたいな集まり方してたんだって、横に並んでたわけじ,ででるだけじゃないんだけど、えー、なんか人が多くて、ああまあ、まるでね。 最後の晩さんた違う。たとえ間違って間違ってないけど、入りづらくて。しかも、私、m 1ね、一回戦で落ちてるじゃないですかってうんだよ。知らねえよ、知らない。そうそしたら、坂口さんって m 1に挑戦したことあんだそうなんだ。だから、それで一回戦落ちしてんだって。だその人にとっては、もう、サンドイッチマンと岡田と柴田なんてったすよ。 1> m 1チャンピオンなわけだから、かつてのね、c 査イもやってるわけだから、もうさ、とんでもないレジェンドなわけで、そこにさ、m 1の話してるとかさ、入れないじゃん、そんな、よく行ったと思ってさ、すごいね、うん申し訳ないことしたらなと思ってさ、最後の晩餐みたいなところ、私、どこに座ればいいですかって言ったらね、ちょうどそのお誕生日席みたいなのとこあそこに座るって言われたんですけど、そこ、キリストの席なんですよって,たいのいいって言って。 ンなんで私、キリストのせいに座らなきゃいけないんですかなんて言ってさキリストの <laughs> よく分かんないことになっておさ、ああおいで、他のところは何にも言ってないんだ<あ>私一人だけなんか、あんなドキドキして損しちゃったみたいな感じで言ってて、ああたうん面白かった、でも。へえすごいね。いうんでもよく言ってく、ね、それで、だから言ってくれて。ああ だってが、知ってますよ、田さんなさいよとかなんか言ってさ、あとでさ、何やってんだろうあの人さ、言ってるわけ、そしたら、カイちゃん、カイちゃんあれだよね、昔、カウボーイのエディやってたんだけど、そうなんですよ、私ね、カイちゃんがね、私もね、この梅雨明け宣言、開花宣言ね、私がいた後半ぐらいから始まったんですけど、まだやってんですまだやってたんですね、なんて、しみじみ。 しみみじ言ってたそうだけど、長いでそうするとね、西野カナが大好きでね、西野カナに会いたくて、四国かなんかから東京に出てきて、西野カナが、ほら、この間復活したけど、一回休業みたいな、一回辞めちゃったでしょ、それでショックで、カー川イも辞めたってね、地方行ってな、どっかそう、それで地元に戻ったんだ。 でアナウンスやってたんだよね、そうそうそう、そうでそっからすごいよ文化を打つら文化中途で入って、ねすごい今やもう、だから岡田と柴田のさ、ねあ番組やってんだエースじゃない、エースですよ、もうすごいですよ、ねそう考えて、もうみんなに迷惑かけて、俺、だからサンドにもう岡田と柴田、もう会ってないから、そうだね、それちゃんと俺、言わないと、大切なのは俺、嫌われちゃうなと思ってさ。 だからだ、坂口さんにもね、坂口さんにも本当に迷惑かけちゃった、謝っただからそういう事情があって、うん、俺はさ、サンジャポであって、ちょっと、だ次、ちょ考えないとな <laughs> いやいや <laughs>、三宅さんにも一応言っとかないと、全部、そういうこと、ね、日曜日の場合、日曜日の場合はね、裕二さんにも言っとかないと、そうですね、うん、次はだから来年の開花宣言がね、そういうことになるかもしれないけどね、まあ、やるかどうか分かんないですけどね、まあ、それも。 ついに引退の可能性もありますかこの宣言。いやいや、引退とかはないですけども、えーはい、それはもう、だって、油断させといてやるってのが俺の。ダメだったら横山をね。<laughs> 油断させといてやるそういうことねそうそう。昨日横山からさ、メールが来てさ、うん、またさ、そ、うん、したらさ、あの、ダンシング谷村に会いましたっ,つって言うん なんでって、なんか来てって、広島来て。広島行ったんだ。2人の写真送れてきて、ダンシングタイムとさ、なんてで、昨日新幹線止まってたじゃん。そうそうそう。そうそれで帰れないって言うんで、夜飲むかって話になってますみたいなさ、へー、そうなんだ。すごいよ、大変だよ、訳分かんないよ。新幹線もあれすごかったね。ねなんか脱線しちゃって大変だったよね。ねだった、あの、なんかあの、保守車両っていうね、やつらしいけどね。あれもなんかオートブレーキ、それこそ自動。 ブレーキ切り替え、あそうだ、さっきの切り替え、線路切り替えね、うん感じこの間、俺、人間ドック行ってきて、一泊でさ、もうさ、大変だったんだよ、要するに人間ドックって、もう何が嫌だってさ、俺、もう胃カメラとかね、別に麻酔打つからいいんだけど、その注射でためで人間ドック、2日間だよ、2日間で、初日、胃カメラあって。 2日目、なんか、なんだかよくわかんない検査やったんだよ。ね。注射を打つわけだよ。まず、まず採血から始まるんだよ、人間とか。人間どか採血からねまますよ。ね。それで、社長とね、行ったんだけど、社長とそれぞれ、部屋別で、それで行ったらさ、だから、あの検査は全部一人で回るわけだけど、で俺も、まず、まず、じゃあ採血からお願いしますのってえっって。 嫌ですって言ったんだよ。んとかできませんかねって。できねえよ。ちょっとできないんですよ。それ採決ですからって。でもみんな、あの、役所の受付みたいなところにさ、みんな腕出してんだよ、こうやって。いや、そうよ。いや、もう。毎年、毎年、知ってるでしょ。それか。ね初めてじゃないょ。あそこの入り口のさ、もう動かないんだ足が。で、どうぞとか言われてんだけど、ちょっとずつ、ちょっとずつしか歩けないんだよ。 本当に迷惑だと思ってるから、いけないと思ってるわけ、あんまり騒いだりなんかもうもう分かってるから、俺も大人だし、分かってるから、だけど、どうしても前に行けないのね、ちょっと腕出してもらえますかってって、なんで知らなかったみたいなして。ささ俺 に最近、そうここ何年かそうなんだけど、うん、右の腕がさ、全然血管が出ないのね、あーそうなんだで左がちょっと出るぐらいなんだけど、うんうん、昔さ、俺さ、血管だらけだったのね、あ<ー>血管人間って言われてたんだよその結果、意味が違うからね。<laughs> でも、えー、本当に腕は、すごい浮き出たのね、血管が、常に浮き出てた かからさ俺、も年なのか太ったのかしんないけど多分そうじゃないか、脂肪とかがた分。脂肪とかだんだ情けない手になっちゃってさ、血管出ないんだよ、うんでさ、右手、ちょっと右手からって言あっ、もうちょっと椅子前にって言って、えいちいち、って思いっきり、後ろの一棟にこうやって押されてるね。です出してさ。 あちょっと右ないです、確かにね、俺もあんまり出づらいから左で、で、またやったわけで採はで俺もほら、取り乱しちゃいけないと思ってる大人だし、あんまり迷惑もかけちゃいけないって分かってるよ、分かってるけど、どうしたって怖いもんな怖いじゃん、いって言いながら、ちょっと痛いですよね、痛いめでとういまなんて。 ご夫婦でしはい、終わりましたよ、なんてやった大変でしたね、本当にごめんなさいね、ていや、いいんですよ、これはもうだって、この後お仕事ですから、なて言いさ、でやったわけ、いきなり採血でね、そのこういろいろ検査するじゃね。い、ろいろ回って、レントゲン撮ったりとかね、いろいろレントゲン撮って、そした今度、胃カメラなんだよ、胃カメラもさ、 あの点滴で麻酔入れるから、それもさ怖くてしょうがない、でももう騒いじゃいけないと思ってる分かってるわけ、で麻酔打ちますけどって言って、はいって言ってさ、どっちの手がいいですかって、先取りで。 左で打ったばっかりなんでなかなか。ああ、じゃあ右にしましょう。できれば右でお願いします。出ないんだ、結果が。出ないですね。やっぱり左でじゃあお願いします。さっき打ったってことは同じところでお願いします。確かにちょっと怖いね。さっきと同じところはちょっとなんかやらきやってる。もたもう耐えて、俺も大人だからみんな耐えてるよ、それぐらい。はいはい、ごめんなさいね。ごめんなさいね。と。 やってで、あの、麻酔やってあるからさ、ああとりあえずぼんやりした。うん、でも結構今回なんかちょっと意識あって、あ、そういう時<構>あるよね、たまにね。うん、うん。で、うん、結構苦しかったななんて思う。したら。うん で一応、その日はそれでやって、なんかちょっと検査して、で昼飯だって、社長の部屋にあの昼飯はまたいい飯なんだよ、で食って、しばらく麻酔もあれだから、で今日の検査、も昼飯で食ったら、もう終わりで、あとは部屋で寝るだけみたいなことになってて、で、社長といて、社長ももうちょっと疲れてるかなちょっと寝るのかなと思ったら、俺も自分の部屋戻ったの。 だけどさ、頑張ったな、俺って思いながら、どうしてもタバコ一本吸いたいと。だって、明日までね、結局、明日の検査終わるまで、夕方ぐらいまでかかるってう、聞いてたから、結局は昼ぐらいで終わったんだけど、吸えないとなると、どうしようかなと思って。ほで聞いたらさ、聞いたんだよ、その病院の人。この周辺でね、病院ももちろんあれだけど、周辺で喫煙できるとかありますかって。 だからね、向かい側のビルのね、コーヒーハウスみたいな、要するにカフェみたいなのがあんだって、それがそこか、あるいはその地下にもう一個コーヒー屋があるから、そこで多分吸えると思うって、俺もどうしようかなと思ったけど、しょうがない、暑い中さ、行ったんだよ、その向かい側まで。それで行ったらさ、ここ、タバコ吸えますかって、あこちらね、全館禁煙なんですよって。 地下にね、あります地下に行ったら、コーヒーショップあったの地下行ったらさ、コーヒーショップ見たらさ、向こうの奥の方にさ、スモーキングルームって書いてあるわけみんな吸ってんのあここだと思って、ああそこのスモーキングルームいいですかって言ったら、あすいません、あそこ、電子タバコのみになってますえて、えーっって思ったわけで、ほいで、暑い中、ぐるぐるまで結局なくて帰ってきてさ、 思い出さ、しょうがないから、あのコンビニでなんか、上にね、病院の上にコンビニあったら、うん、コンビニでなんかね、そういう機嫌パイプみたいの買おうかなと思って、うん、行ったらさ、うん、コンビニがもうなくなってたんだよ、何年か前、あったら。そう、コンビニあったはずなんだけど、もともとなかったら俺も記憶が定かじゃないんだけど、レストランがある手前にコンビニがあったんだけど。あ、ねね、それないんだよね。うんないんだ しょうがなくてさ、その前に自動販売機があったの、そこでさ、ブラックコーヒーとさ、コーラ買ってさ、もうってさ、なんなんだブラックコーヒーとコーラってうになっちゃったもん、じゃあ、タバコは吸えなかった吸えなかった、結局。で、あくる日だよ、今度なんとか血糖値かなんかの審査するんで、注射3回やるってね再採決。ね。そいでさ、まで行ってさ、あのどうしても採の右手か左手か 右手でボロボロなんです。じゃあ右手やりましょうかっっ。お願いします。出ないですね。よ手左手さやられて。うわ って言いながら、で、そのやつさ、1回採血したらさ、このサイダー飲んでくださいっつうんだよ。甘いやつでしょ甘いやつやったことあるやったことある、やったことある。そしたら、それ、やけにうまくてさ、うまいね、これサイダーなんて言うんですよ。美味しい、このサイダー。もう一杯、ちょうだいな、これ一杯食べていいです血糖値がどのほうかで。このやつ2回やるっつうんだよ。でも1時間経って、また行ってさ、どうしましょうかねって、さっきと同じ人。 でも右手はやっぱり左手がいいですね、うん、もう左手、も大丈夫ですかね、こんなに注射やって、うん、<laughs> いや大丈夫だと思いますよ <laughs> 左でやってもらってで、3回、今度2時間後にまた来てください、最後の採血がある、うんうん、そしたらさ、そこで人が変わってたんで、不調さみたいな。 この人違うから、で、俺、できれば右手、もう左手、もう使い物にならないんですよ。はっきり言って、もう昨日から4分ぐらいよって言って、あわかりました。じゃあちょっとね、私はもう大丈夫ですからね、右手でいきますから、右手、右手です。ってあって、血止めるじゃん。い。あ、確かに出ませんね。あでもここなら大丈夫です。ピッて入れて、ビャーンとか言いながら、ピッて入れて、痛いですよね、ごめんなさいね。 出ないな出ない、おかしい。でごめんなさいね、もう一回、グリグリやられて、って言いながら、ちょっと出ないですか、でもちょっとだけでいいんでね、これ最後のやつなんでキきゅーって光かれちゃって、吸い込まれちゃって、ちょっとだけ出たんで、はい、もう大丈夫です、あーって俺もショックでかくて、あーっつってたら、うちの息子が昔ね、 爆笑問題20周年の時に、お二人、なんか博士と、あの、バック・トゥ・ザ・フィルムで、あれで、太田の周辺あるって言ってうちの息子、小学生のに、あの太田さんにそこで遭遇して、ボイズ頑張れよって言われて、えそうそっからうちの息子はね、太田さん見るとね、博士が出てる、博士がね田中さんにはね、何も言ってもらえません。何も言ってもらえませんでしたよ、田中さんには。太田さんにはね言ってもら 頑張れよって言ってもらってそれ以来ずっと大手さんのバレなんだそれが今ね医者になりましたなんか日本にいい話になった頑張ってくださいって伝えてくださいいい気なって言ったよなあいうことねさあそれではそろそろ参りましょう火曜ジャンク爆笑問題カーボンさあそれではコーナーいきましょう今週あった出来事を受けて皆さんが勝手に思ってしまったこと想像してしまったことを募集しております おい岩喜太郎怖いおい岩喜太郎って怖いよお前十四時間テレビのチャリティマラソンを安子が走ることになって思っちゃった安子ね大変だよね二十七時間出てたもんねあれ公衆委員会見た見てないよね最高だったね見てないんだよ素子だ劇場って言われてるからね素子劇場あいつもうすごかったねもうすごかったらしいね俺もヒヤヒヤしながら見てた こいつなんかやばいこと言うんじゃねいかと思って俺がヒヤヒヤするんだからよっぽどあれだけど、サンマさんやっぱ面白いな俺だからなんあの工場員が出たかったな。サンマさんなんかさ、最初から声飛んでんだぜ。だって。そうなの全然声出てないのに。そうなの喋り続けるんだよ。もうさ、おかしくて、その、サンマさん、すごいよ、やっぱあの人。ああ、そう。最後もうほとんど聞き取れない声が。で、全部さ、 マイムでなんかやってんだよ。あああああそれでも立ってさ、<laughs> マイムでやってんだよ。あんな人いないよね。喋 <laughs> りたいんだろう、ね。すごいんだよ。あそこにちょっと痛かったな、俺もな。うん、えー、24時間テレビのチャリティーマラソンを安子が走ることになって思っちゃった。うん。安子と一緒に走る市民ランナー1200人を見た総合司会のクリーム上田は、うん、ゾロゾロついてきてっけど、 これ、ロッキーの撮影じゃないのよつって、突っ込むと思う。お決まりだね。ロッキーの撮影じゃないのよってあんな。上田の。知らない、知らない。え、嘘。知らない、知らない。すごい有名ですそうなのそんな有名いくらなんでもそりゃないわ。有名だよね。そうなの俺が全然知らなかった、それ。え、一番と言っていいぐらい有名ですよ。あ、そう。 上田ののたとえツッコミの中で、超名作と言われているツッコミですよ、ロッキーがマラソンしてる時に子供たちとか、あれがさ、ほら、頑張れってリンゴもらったり、あの行列、ゾロゾロ行列ができてる時に、ロッキーの撮影じゃないのよ、これっていうのは、もう、これはもう。 殿堂入りぐらいの名作です。あ、それ失礼だわ、いくらな、んでもね。結構やん。それちょっと知らなかったです。ひどいね。あいつ、でも、上田すごいよな。だって、俺、この前、太田上田で会った時これから、あの、あれなんだよ、ちょっと、あの、何日か後にさ、もうフランス行かなきゃいけない。そうだよな、オリンピックのメインだよ。オリンピックのメインと、あの、24時間に。

菅さんも知らなかった。この前、だってほら、YouTube 撮って、菅さんに言ったらさ、え、そうなんですかあ、知らなた。あいつ、またさ、口が硬いんだから、何だか冷たいんだけど、水臭いんだから、何だか知んだけどさ、なんか、何も言われないつさ、なんか俺が喋るってでも思ってんのかね思ってるだろ、それゃん問題イ。さあ、それでは今週の思っちゃったの続きです。ラジオでも、広田つうん。 ひ田だつうのもなんか、あんま聞かないね、最近。そうだね。ねえ、じゃだめなのえー、おうさん、松高子の兄貴、こんばんは。誰だっけ松本幸四郎。幸四郎か、今。もう名前が変わるからわかんないぐらいじゃん。え京都府、京都府宮津、宮津市ね。宮津市で市政、 死行70周年を記念したイベントが行われ、うんうん、航空自衛隊のブルーインパルスが、うん、天の橋立ての上空を飛行した、というニュースで思っちゃった。うん、もし、カゴアイが航空自衛隊のパイロットだったら、うん、ブルーインパルスに乗りながら、 口からタバコの首を吐いて、<laughs> 青空に白い線を描くと思う。<laughs> そんなに出ねえだろう、お前。いつまでタバコ出たセットのお前。そんな出たら困る。<laughs> なんで、なんでそのために使われてんだて <laughs> んどうかわかんない。オリンピック出れなくなっちゃうな。<laughs> <laughs> <laughs> ねえ、大変,よね大変ですよ。えー、ラジオネーム、やうん。俺っちゃん。テッドプール。 <laughs> もうまた新たななんかわけわかんないきましたけど、はい、太田さん、上福岡の一中に夜な夜な化けて出てくる幽霊の正体こと田中さん,なんで俺が一中で幽霊やってんだよ <laughs> 一中ってそんな噂あったかな俺二中だからね,二中ね俺一中だったからね、うん、一中ってほとんど俺はあ,あれあっちかな霞 <laughs> 一人事じゃねえかんな、も <laughs>、えー、バイデン氏大統領選挙撤退。ねえ。やっぱりそうだったね。<ー>バイデン氏大統領選挙撤退のニュースを見て思っちゃった。替え歌大好きな会社の上司が飲み会の席で、俺歌歌っちゃうぞって。 酔った勢いで、シャラン級のずるい女のリズムで、うん、バイデンありがとうさようなら <laughs> と、一人ノリノリになり、場を凍りつかせる天然クーラー野郎が世の中にいると思うと、うね、今年の猛暑も乗り切れる気がする。えー、思っちゃったんだからしょうがない。<laughs> みんな、今年の夏も暑いから、熱中症にならないように、えー、こまめな水分補給をしような。 俺ちゃんとの約束だぞ俺ちゃんってよ、ほか <laughs> の,のとこで笑いを取ろうとするんじゃない <laughs> 何をまあ保険かけてんねいろいろ、え <laughs> バイデンさんね、どうなのかな、大統領選挙もちょっと、だハリスさんでしょ、ハリスさんかどうか、まだ確定,じゃじゃ確定はしてないけどね、また、うん、副大統領かどうかっていうことね、<ー>ラジオネーム、森の動物たち。 太田さん、かけまーじゃんで代表をクビに乗った人も。違う違、ね、う何の代表だってまず <laughs> 田中さんの一連の発言を聞いて思っちゃう一連の発言って何よ。次々と、問題発言を繰り返すも、全く炎上しない田中さんだが、うん、過去のチャットモンチーへの発言。<laughs> バカにしてましたよね、相当。<laughs> 違う。 違う、から、なんの発言はなんだったんですか、チャットモンチれですそれですよ、チャットモンチーってちゃんと発言してますからね、いや、でも、明らかに、じゃあ、ちょっとモンチー、モンキーじゃなくて、モンチーなんだみたいな、何このグループ名みたいな、何モンチーってって、すっごいバカにした感じでしたよね、あん時覚えてますよ、僕、衝撃だったから。 過去のチャットモンチへの発言、さら、はい、に、ああそれについても、未だに謝罪をしてないことをほじくり返せば、うん、どうにか炎上させられないだろうか。目的が分かんないです <laughs> いや,いや炎上させたい、おかしいでしょ、何よあのチャットモンチへの発言おかしいし、あとは、うん、ビーズは誰も聞いていないのに、<laughs> どうして売れているか。<laughs> 不思議 <laughs> とも言ってたぞ <laughs> おい田中 <laughs> 僕は中学から聞いてるバカだから <laughs> いろいろ覚えてるぞと言ってます。<laughs> そんなことを言ったか。<laughs> 言いましたよね。言って言ったか。<laughs> ビーズは誰も逆に。俺の周りでそんなわけないでしょ。<laughs> 俺の周りではっていうことでしょいやいや、そういうニュアンスじゃないですそんなわけないのだって分かってもあんだけ売れてんだから。 言ってましたよ、でも、うん。まあ、そんなようなニュアンスは言ったかもしれないましたよね。うん。確かに、だから、その、なんつうの今までの全部の、なんか売り上げみたいな一位みたいなんだけど。いや、ね、そこまでは今すぎ、一番売れてるみたいになるけど、<laughs> いや、<laughs> 誰も聞いてないって言ってましたよ、確かに。誰も。まあ、過去、俺の周りでは、聞いてないから、<laughs> <う>実感として、うん、そんな、で、ね、一番売れてるっていう、 あののいや、普通だからそんなこと、俺がもし言ったらですよ、うん、すたちまち炎上ですよ、ビーズのファン、すごい、世界一多いんですからね。<laughs> いや、世界一ってい,いや、だファンはですよ。いや、だってそれはレディー・ガガのほうとかのほうが多いから、絶対世界一ではないですよ、そんな。ビーズといえども、ビーズも人気、それはノーコメントです、わ <laughs> <laughs> 分かんないですもん、だってそんなの測ったわけじゃないから。いや、ちょっと分かんない。数えたわけじゃない、別に分かんないですよ、えー、それは、どっちかと。 いやいやなちょっとその、まあ、無理やりその炎上させようとかするな、そんな風に、無理やりじゃないですけど、無理やりじゃないかオナニーした後、一1万円札ではなく、5000円札でチンポを拭いちゃう、実は小心者のアズマックス、<laughs> 激推しね、<laughs> <laughs> チェリマツ。<laughs> まあ、五千円でもすごいけどね。すごいけどな。太田さん、おならの音で熊を追い払える人 <laughs>。<laughs> マイケルジャクソンの電気映画が来年公開されるというニュース。うん。ああ。へえー。で、思っちゃった。うん。もし、マイケルジャクソンが宇宙戦艦ヤマトの艦長だったら。うん、ハドポ。<laughs> ハッーっ、しょう。あっ、しう。弱そう。だな。テンション高めに叫ぶと思う。<laughs> ハドポ。

全然軽くなっちゃうオナにした後一1万円札ではなく、5000円札でチンポを吹いちゃう、実は小心者の,のアズマックス激推し <laughs>、うん、激推しじゃねえだろお前が <laughs> 言ってることがさ、<laughs> チェリマツ、うん、太田さん、井森美幸さんから口移しでもらったモンダミンを口に <laughs> 含みながら、今日の収録に挑んでいる人、<laughs> こんばんは <laughs> のけ。お口、口、口,口、モンダミン長いからね、井森さんね。 そうだ今、昔の振り返りみたいなやってたか CM であんなことするのす、ね、<laughs> すごいよね、あれはすごいよ。問題みんなが裏切れないっ,つって言、ねうん、そうだか、ね、らえー、8月31日、名古屋での、そうだ、デララバのトークショー、あそんなんあるんですよ、<ー>石井君と、なんでトークショーやるんだって思ってんだけど。<laughs> が行われると聞いて思っちゃった。うん、このトークショーで、太田さんは開校一番、助けてくれと叫ぶかもしれないが、うん、世間的には夏休みが終わりかけで、うん、夏休みの宿題が終わってない子供たちも、助けてくれと叫ぶと思う。なるほど。8月の終わりだからね。追伸。うん、太田さん、チケット買いました<い>ありがとう。うん、売れなかったらどうしようかって一緒と言ってたんでし<う>ジャンク20周年イベントぶりの、あ、 20周年も来てくれたのね。うん、ええー、なの太田さんと、世界不思議発見のフィニッシャーこと、<laughs> フィニッシャーって石穴、ね、を見られるのを楽しみに。フィニッシャーじゃないんだから。ありがたいね、俺。えー、どうなんのまず全然何やるかとかさ。そうなんだ、うんト。トークショーってなんだよって話じゃけど。<laughs> 小倉久弘だけが見える。鼻の下が長い天使、見三ける。全然一つもわからない。 ミカエルですかねあれ。三宅さんですよ。ああ。三宅。三宅。ね。三宅。激推しネーム。小栗俊慈太郎。太田さん、催眠術にかけられたままネプリーグに出て、ひょうきん族の出演者を5人お答えください。という問題で、パックン、杉山愛、橋本五郎、元阪神の赤星と、ミヤネラレギュラーの名前ばかり、ミヤネラレギュラーの名前ばかり言ってしまい。 怒ったホリケンに裸にされちゃった人。<laughs> <laughs> 三谷幸喜の東京サンシャインボーイズ30年ぶり復活公演へ。うん、という話題で思っちゃった。うん、もし酒の席で三谷幸喜に三谷さんってファーストキスどこで知らんですか、うん、って聞いたら頬を、頬,頬をあからめ、うん、鼻の下に汗をかきながら 鈴なりの隅 <laughs> 答えると思うな鈴なりねしてそうだなう <laughs> 鈴なりの隅 <laughs> 下北ね, <laughs> ねええー、先郵便番号107-8066火曜ジャンク爆笑問題カーボーイメールは爆笑アットマークと今週の思っちゃったのかかりまでお待ちしております火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ